皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウイレ2020最新情報をお伝えしていこうと思います。はい、ということでですね、ウィニングイレブン2020の、公式サイトの方でライセンスがね、紹介されているので、そちら動画にしていこうと思います。はい、まあ今スマホで、ね、撮っているので縦画面なんですけど見ていきましょう。はい、まずはオフィシャルパートナーシップということで、まあこれは結構発表があるので、知ってる方多いと思います。バイエルンと、まあ、バルサと、ユベントスとユナイテッドのみなぜか、ね、写真もついていますけど、アーセナルだったり、あとシャルケ、あとミラン、インテルも入っております。モナコ、あとセルティック、レンジャーズ、あとは南米系ですね。ここら辺は体験版とかにも入っている、クラブが多いですかね。あとは、チリの、クラブだったりアルゼンチンのクラブ、あとはペルーのクラブとかも入っています。アリアンサリマとかも入っています。はい、ここら辺から、まあ、クラブセレクションが来るであろうという感じですかね。はい、まあ上4つ、ここぐらいまでかな、気になるとこは特に。はい、続いてが、まずはクラブチームですね。見ていきましょう。特に増えた、リーグライセンスっていうのはないみたいですね。一通り先ほど見ましたが、まずは、ベルギーリーグですね。こちらについては、フルライセンスです。で、まあ、日本人が多いクラブというか、まあ、リーグなので、ここら辺が週刊 FP とかでね、来てくれると嬉しいところではあります。はい、シントトロイデンだったり、あとヘンク、オイペンとか、ここら辺も入っています。はい、続いてが、こちらデンマークリーグですね。昨シーズンじゃないや、前作で言うと、まあ、リーグのクラブセレクションというのも来たので、結構ね、今見たことあるとこもありますけど、はい、まあ変わってるところもありますが、まあね、昇格とか降格とかで、数クラブがね変わっているとこもあるかもしれません。まあ他のねリーグもね、昇格降格とかで、リーグが変わっているところ、リーグじゃない、クラブがね変わっているところもあります。はい、まあここら辺は結構、まあ、自分は、予想動画とかでね結構名前挙げるので、結構馴染みのあるねクラブ多いです。はい、続いてが、イングランドリーグということで、まあプレミアリーグですね。アーセナルとユナイテッドだけ、実名収録です。あとは、似たようなチーム名になっています。アストン、ボンマス、ブライトン、バンリー、チェルシーとか。はい、こちらは、一部二部とも、まあ、似たようなね、実名に、まあ、近いような形では、まあ、収録されるんですが、まあ、リアルネームではないという感じですかね。はい、でプレミアリーグに関しては、その偽名のところは、本物の名前の後ろにアルファベットがついています。これはまあチームカラーとかのことだと思うので、まあ、チェルシーだと青なのでブルーの B ですし、まあ、エバートも B、 レスターも B で、リバプールはレッドの R ですね。はい、でニューカッスルとかだと、多分ホワイトとブラックの、WB だと思います。はい、他のまあクラブもユニフォームの色とか、まあ、チームカラーみたいなのを、チーム名の後につけているという感じですね。ちなみに、米印1ってなってますけど、こちらはユニフォーム、エンブレムはオリジナル、選手は実名という、ことになっています。はい、続いてが、リーグ1ですね。こちらは、フルライセンスです。はい、リオン、マルセイユ、パリ・サンジェルマン、まあ、モナコもいます。まあここら辺で言うと、まあ、一番昨シーズンじゃないや、前作、週刊 FP でね来たリーグなので、またここからね多くね、収録というか来る可能性があるんですけど、まあ今作はまあイタリアがね増えているので、ライセンス自体がまあもうちょっと来るかなというところで、そこは期待できるかなと思います。で2部もあります。まあこれは前作もありました。はい、続いてが、そのセリエ A ですね。まずは、セリエ A、そして、一応 B もありますが、こちらは偽名のイタリア2部リーグという名前になるみたいで、イタリアの2部に関しては、すべてのチームが、偽名ですね。謎のアルファベットの後ろに謎の色がねついているという感じになります。
なんか真ん中の方にグリーン、ブラック、オレンジみたいな、なんか三色コーデみたいになってるけど、めちゃくちゃやな。グリーンとブラックとオレンジ、ちょっと想像ができないコーディネーションですね。はい。まあセリエ A に関して言うとブルティエだけ偽名という感じで、あとまあエンブレムとかね、ユニフォームもオリジナルのもの、まあ選手は実名ですね。なんかバロテッリが行くとか行かないとかっていう話はどうなったんでしょうかね。はい、そういうようなクラブです。はい、インテルに関してはインテルナツヨナーレのままなんですね。もうインテルにしてほしいな。はい、そんなことはいいんです。はい、次行きましょう。続いてはオランダエールディビジですね。こちらもまあフルライセンスです。ここで言うとまあ結構ね、前作 FP に、ね、なった選手多いので、まあアヤックス、フェイエノルト、PSV に関しては、クラブセレクションも来ています。で、日本人も結構多いですよね、このリーグ。そんなに多くはないか、まあまあいるという感じかな。はい、フロー人間とあとヘーレンフェーンいるかな。はい、まあそんなところまだいるっけ。あ、思い出せない、あの人名前忘れちゃった。あの人もう一人いますね、若い子。はい、続いてポルトガルですね。こちらまあベンフィカ、ポルト、あとスポルティング、ここら辺も収録しっかりされています。フルライセンスですね。まあここのリーグも結構前作予想動画でね、結構名前挙げたので、自分的には結構ね、馴染みのクラブ多いです。サンタクララとか、あとリオアベとか、マリティモとか、ボアビスタとか、ベレネンセスとか、そこら辺は結構名前挙げたので個人的には、馴染みはありますが、まああんまり皆さんはないかもというとこですね。続いてがロシアリーグ、こちらもしっかりね収録フルライセンスですね。はい、チェスカだったり、どこにあるんだ、ゼニト、はい、そこら辺も収録しっかりされています。あとはモスクワのクラブ結構ね、ディナモとか、あとロコモティフ、あとスパルタクか、ここら辺も収録されています。はい、ちなみになんかソチっていうクラブあるんですね。はい、続いてがスコットランドのプレミアリーグ、こちらも、しっかりとフルライセンス、まあチーム数は少ないんですけど、セルティック、レンジャーズ、ここら辺も入っています。まあ主に、この2クラブですかね。はい、続いてが、スペインリーグ、まあラリーガですね。はい、こちらも、まあ、バルセロナのみしっかりね収録、まあライセンス取れてるという感じですね。あとは偽名でございますが、まあ結構、まあ、前作に比べると、リアルネームにね近づけたかなということで、ビルバオはビルバオ BR、 BR は何なんだろうな、ちょっとこれは分かりません。ブルーレッドのことを、エイバルの AR が何なんだろう。 A の色なんてあるっけ、ないな分かんねえな。はい、そんな感じでございます。マドリーチャマルティン B がレアルかな、でマドリーロサスがアトレチコかな、でその下にマヨルカとかいうのがあります。はい、こちらも、1っていうのがまあついているのが、ユニフォームとかエンブレムがオリジナル、あとはまあ選手は実名という感じになります。これは2部もね、同じような感じになっています。下の方に、まあ下の方にというか一番下にねサラゴサもありますね。はい、続いてが、こちらがスイスリーグですね。こちらもフルライセンス、なぜだか、前作ね週刊 FP 一人も選ばれなかったスイスリーグです。はい、今作選ばれるんでしょうか。はい、続いてがトルコリーグ、こちらもフルライセンスですね。フェネルバフチェ、ガラタサライ、あとあれどこだ、あ、ベシクタシュありました。はい、ここら辺も収録されていて、まあイスタンブールとかもあります。結構最後の方なんかなんとかポルっていうクラブ多いですね。はい、その他ヨーロッパ行きましょう。まずはレバークーゼンちゃんと収録されるんですね。ちょっとここに驚いております。あとバイエルとシャルケ、こちらがまあブンデス勢ですね。あとはギリシャのクラブとか、あと何のクラブがあるんだろう、ウクライナかな、ディナモキエフとかウクライナかな。はい、そこら辺もあります。下の方にあるプラハが、チェコのクラブですよね確か。はい、そこら辺も収録されています。で謎の SI かな、ピンクブラックと、ウィルレイク P
PW、こちらは、オリジナルのね、チームみたいなので、選手それからまあユニフォームとかエンブレムとか、ここら辺はオリジナルという感じになって、まあここら辺は完全のオリジナルチームという感じですね。はい、ピンクとブラックということでね。はい、続いてがアルゼンチン行きましょう。ここから南米ですかね。南米というかアルゼンチン多いな、結構多いな。はい、こちらもフルライセンスです。ボカだったり、あとは前作ね、クラブセレクションが出たインデペンディエンテとか、あとラシンクラブとか、あとリーベルとかも入っております。はい、あまり馴染みのないクラブ多いですね。あんまり聞いたことないようなクラブが個人的には多いですね。はい、続いてが、ブラジルのセリア、こちらもフルライセンスです。で、こちらは2部も、フルライセンスですね。セリエ B、 はい、基本的には上の方かな。はい、まあ前作クラブセレクションが来たクラブも結構多く、まあ体験版とかにもね収録されているクラブも多いです。コリンチャンスとかフラメンゴとか、あとまあインテルナショナルとかもあります。サントスとか。はい、続いてがこちらがチリリーグですね。チリリーグで言うとまあコロコロぐらいかなと思います。まあパートナーにもなってるので、まあ前作ね、一応クラブセレクションが来ています。内容がひどかったですけどね。はい、チリリーグもフルライセンスですね。はい、最後ではないその他南米ですね。その他南米は、こちらの4つが、収録されています。主にというか、まあ、パートナークラブですよね。基本的にはペルーのクラブですかね。はい、アリアンサリマだったり、スポルティングクリスタルなどが収録されています。はい、続いてが中国リーグですね。中国リーグは、漢字のものばかり、当たり前か。重慶に関しては、東大って読むのかなっていう文字、確か前作なかったような気がするんだけどな、気のせいかもしれません。はい、気のせいかもしれませんが、なんかなかったような気もします。はい、しかし、こちらも、フルライセンスです。はい、続いてが、まあ、タイリーグですね。タイリーグも、何個か前の動画でも、紹介しましたが、フルライセンスが取れています。ただし、チーム名がピンときませんというところでね、ユナイテッドっていうクラブが多いですね。はい、最後は ACL ですね。アジアチャンピオンズリーグです。上の方にアルなんとか多いな。アルアリ、アルアイン、アルドゥハイル、アルヒラル、アルイテハド、アルナスル、アルラーヤン、アルサット、アルワフダ、アルワスル、アルザウラ、最後恐竜みたいだな。はい、それらの、まあ、アルクラブたちも含めて結構多いな。結構多いですね。で、まあプレフォーの方で言うと、まあ J リーグで言うとこれだけしか使えないんですが、一応鹿島、あと川崎フロンターレとサンフレッチェ広島、浦和レッズ、こちらの4つが、まあ、J リーグ勢として、収録されます。はい、で中国に関しては北京公安と、甲州恒大、あと山東ロノーと上海上皇、こちらの4つが、中国にも収録されてて ACL にも収録されるというね、二重収録になっています。はい、ということで1から4のね、米印というよりも星印だな。はい、米印の、まあ、説明が載っています。ちなみにこちらは、まあ、ここにも書いてますけど、データパック 1.0 によるアップデート後のリストになるので、発売してゲーム買ってきて、プレイしてもこれじゃない可能性があるということですね。しっかりアップデートしてくださいということですね。はい、続いてが、ナショナルチームですね。こちらまずはヨーロッパ、結構増えていまして、こんなに増えているんですよ。まあユーロ関係だと思います。ユーロのね、ライセンスの関係で結構増えてるんだと思います。増えたの一応紹介します。アンドラ、アルメニア、あとアゼルバイジャン、ベラルーシ、あとはキプロス、エストニア、あとフェロー諸島、フィンランド、ジョージア、ジブラルタル、自分が学生の頃にはこんな国はなかった、
あとはカザフスタン、コソボ、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ここら辺は、2019にはなかったですね。あとは北マケドニアもなかったのと、あとはサンマリノ、こちらも、ナショナルチームとしてはなかったですね。はい。なのでこれだけ増えているという感じになります。で、3番4番というね謎の数字が振り分けられていますが、3番の、ルクセンブルクに関してはユニフォームとエンブレム、選手すべてオリジナルということで、国旗のみ、あと国名のみが、まあ、実名という感じですかね。はい。で、あとは、4に関してはユニフォームとはオリジナル、選手は実名というとこですね。ハンガリー、アイルランド、モンテネグロは選手は実名、他がオリジナルのものになります。はい。続いてが、アフリカ、こちらは、数字が振り分けていますが、4番の方は実名なので、カメルーン、コートジボワール、エジプト、ガーナ、あとモロッコ、南アフリカは選手は実名、あとは偽名みたいな感じですかね。はい。ね、ここら辺も、北中米、南米とか、南米とかも、北中米、南米と南米、何言ってんだ。はい。ここら辺も変わらないですね。それぞれ3と4のが、振り分けられています。で、南米に関してはアルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルーに関してはフルライセンスということで、選手とかも、そうですし、ユニフォームとかもしっかり反映されるみたいですね。はい。ウルグアイもか、選手もオリジナルか。はい。最後はアジア、オセアニアですね。こちらに関しては日本とタイのみ、ライセンスが取れているということで、すべて本物そっくりという感じになります。あとは、そうですね、結構オリジナルなチームが多いですかね。中国、イラン、イラク、ヨルダン、まあ、北朝鮮にクウェート、レバノン、オマーン、カタール、韓国、サウジアラビア、 UAE、 ウズベキスタンが、まあ、全てオリジナルのもので、選手も偽名という感じになりますね。はい。オーストラリアとニュージーだけ、選手は実名です。はい。こちらも、データパック 1.4 じゃねえな、勝手に 1.4 にしてしまった。 1.0 によるアップデート後のリストになるので、まあ、少しね、国も変わってくるかもしれませんね。はい。最後に紹介するのが搭載スタジアムですね。まずは、実在するスタジアム、こちらはね、いろいろ紹介動画でもね、紹介したスタジアムが並んでいます。日本でいうとサイスタが並んでいるという感じでございます。はい。で、下の方がオリジナルスタジアム。はい。基本的には前作も収録されてたものばかりですかね。e フットボールスタジアムと、あと e フットボールプロアレーナ、こちらはなかったので、追加にはなっていると思います。スタジアム結構多いですね。何個かあるかは分かりません、数えれません、今ね。ここら辺スタディオ多いな。はい。ということで、今回はライセンス関係についてね、お話ししました。いかがだったでしょうか。まあ、発売日がね、結構近づいてきていますので、このあたりもね、楽しめる要素かなと思います。ライセンスもね、出てきて、いよいよね、新しいウィニングイレブンのシーズンが始まるというところで、早くね、9月12日になってほしいものです。あと3週間ぐらいあります。はい。ということで、新しい情報が入ってきましたらまた動画撮ろうと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。